平野紫耀、ルイ・ヴィトン・香港賞参加。2億人、注目持ちを大陸進出、指導。香港夜景との写真でファン歓喜。11月29日、元キー NG ・ NG& アンドス・レヌームバー・アイの平野使用、26が自身のインスタグラムを更新。翌30日に中国・香港で行われるルイ・ヴィトンのイベントに参加することを報告し、ファンを喜ばせている。 平野が招待されたのは、香港特別行政区の有名なアベニュー・オブ・スターズにて開催される、ルイ・ヴィトンの2024プレフォールメンズファッションショー。平野は、明日のショーを楽しみにしながら、綺麗な街を見ながら過ごしたいなと思います。とつづり、ヴィトンの赤いバッグを片手に持ち、アベニュー・オブ・スターズの夜景をバッグに記念写真をインスタに投稿。 平野のしかける香港の夜景絶景すぎるだろ香港の夜景に負けないくらい輝いている明日のショーを楽しんで。ええ、紫輝くん香港簡単ビリトンのショーに行くみたいだけどご招待されたのかなエルオダー来てたもんね。といった歓喜の声が多く SNS に寄せられている。 平野さんは9月28日発売のファッション誌ルジャパン、エルジャポン、ハースト夫人が放射の特集でビトンコーデを披露していたので、その縁で招待されたのかもしれませんね。かねてより平野さんは海外進出を目標にしてきましたが、また一つ目標に近づいている感じがしますね。中国でも平野さんは知名度があり、中国最大の SNS、美広し、ウィーボー、 上では、今回の、プレフォールメンズファッションショー、関係でも、それがよくわかる出来事がありました。女性編集者、四角平野は中国の有名アイドルに負けない人気を誇る29日には e b a で1000万兆のフォロワーを持つ一般ユーザーが、プレフォールメンズファッションショーのゲストで誰を一番楽しみにしていますか とアンケートを行ったところ平野は7251票中873票で2位に輝いていたのだ。ちなみに1位は中国の7人組アイドルグループ NEXT の王明校ジャスティン21が1235票、3位も中国の7人組男性アイドルグループ時代少年団 DND の777票だった。 彼ら以外にも中国や韓国のスターの名前が並んでいたが、日本人は平野だけというのも、彼のパワー、勢いを感じさせる。また、ボニーボーには、超話、中国語で、超級話題、スーパートピック、という同じ趣味、同じ話題を持っている人のためのコミュニティのような機能がある。平野市、用で調べると閲覧人数の欄は1.8億人を記録している。 平野の宝珠はすでにウィーボーダー拡散されて非常に盛り上がりを見せているので、閲覧人数に億超声もそう遠くないかもしれない。平野さんは金プリ時代から中国で一定の知名度があり2020年9月には主演映画かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦から2019が中国大陸でも一般公開されています。 中国のアイドルファン用語に餅というワードがありますが、平野さんはそこから発展して、ち持ちや餅用といった称号で親しまれていますね。前での女性編集者、四角神ってルヘイヤが中国を席巻する中国では、死のアイドルに仕事をゲットしてほしいと夢見ることを指す、ガベーという言葉がある。ガベーは漢用句、絵に描いた餅の語源だが、 平野の場合は、口にしてきた夢を叶えてきたという実績から、もちもちやもちようといった称号で親しまれているという。また、平野仕様を中国語で発音する際の頭文字と、神ってるを意味するネットスラングを組み合わせて、平野はイーゴーノッドダーピジオと書かれることもある。K-POP アーティストは海外進出する際に日本で人気を固めてインドネシアやフィリピンなど若い。 世代の人口が圧倒的に多い東南アジアの国へと進出しそこからアメリカや世界市場を目指すといいます。そしてやはり中国も重要ですよね。総人口は14億2570万人で、ルームバーアイのファン層である1995ケラ2009年生まれの Z 世代の人口も2億6000万人を超えている。 平野さんとニュームバー・アイが世界進出をするにあたり、平野さんが香港のイベントに招かれたのは大きな第一歩と言えるでしょうね。前での女性編集者。7月7日に滝沢秀明氏41が立ち上げた戸部に合流してからおよそ5ヶ月で大陸進出を果たした平野。今後も快進撃は止まらなそうだ。